公爵丸の聞き流せ日本の歴史。こんにちは、ナレーション担当のナミネリツよ。前回は室町時代の地方の動乱についてお話ししたけど、どうだった？今回は戦国大名の誕生についてお話しするわね。応仁の乱の後、守護大名は幕府を見限り領国に戻って領国の運営に専念していくの。ところが大乱の間、領国の運営を任せていた守護大や有力黒人などが勢力を拡大させていて、守護大名の統制が効かなくなる分国も少なくなかったわ。そして守護大や有力な黒人の中から守護大名を倒す者が出てくるの。そもそも守護大名は室町幕府が朝廷に認めさせた権限を次々に獲得していった存在だったから、幕府に依拠した存在だったのね。だから幕府の権威が低下すると多くの守護大名が没落していくのも当然だったのかもしれないわね。また加賀のように一向門徒になったあらゆる階層の者が一気に加わり、守護の戸賀島幸家を滅ぼし自治支配を確立したという例も出てきたわ。加賀のように一国丸ごとではないにしても、各地では地侍、土豪、名手、農民らが自ら法を定め、権断を行う総村を形成して、守護大や黒人領主に依存しない体制を築いていったわ。この頃、幕府から守護大名に移った権力が、守護大や黒人領主に、さらに、総村にまで分散していった時代ということができるわね。そして、守護大や有力黒人の中から、分散した権力を集約していって、戦国大名に成長するものが現れるようになるの。まさしく下克上の時代よ。守護大から戦国大名に成長したものに出雲の尼子氏、越後の上杉氏、尾張の織田氏がいるわ。出雲守護大だった尼子恒久は寺社領を奪ったり、幕府から支払いを命じられた男性の支払いを拒否するようになったわ。守護の京極正恒は1484年、黒人に命じて、尼子恒久を合算城から退去させたんだけど、1490年には、合算城を奪い返し、黒人を服従させて、国内勢力をまとめていったの。1518年以降、宝鬼、石見、安芸に進出して、支配領地を増やしていったわ。上杉氏では、幕府と古学号との都比合体を進めた山の内上杉と、これに反対して扇ヶ谷津上杉の関東管領内の対立は続いていて、対立が表面化していたの。1488年には、相模の実巻ヶ原の戦い、菅谷ヶ原合戦、高見ヶ原合戦が行われたんだけど、決着がつかなかったわ。古学号の足利尊氏は、扇ヶ谷津上杉についていたんだけど、1504年には山の内上杉に着いたの。これに対して扇ヶ谷津上杉の友義は駿河の今川氏近、北条早雲を味方につけて、武蔵の立ち河原で山の内上杉の秋貞と足利尊氏と戦い、山の内上杉を破ったわ。そして1505年、山の内上杉と扇ヶ谷津上杉は和睦するんだけど、勢力は衰えていくの。上杉氏の領国は越後だったんだけど、守護大の長尾為景は1507年守護の上杉房吉を倒し、養子の定実を守護としたわ。為景が亡くなると春景が長尾氏を継いだんだけど、弟の景虎が春景を追い落とし、越後の実質的な支配者となったの。その後景虎は上杉憲政から上杉の姓と関東管領を譲られたわ。織田氏は尾張の守護、芝氏の守護大だったんだけど、織田信秀が西尾張で勢力を拡大し、芝氏の力をしのぐようになり、織田信長が信秀を継いで戦国大名に成長していくの。また
有力な黒人の中から戦国大名に成長した者に、下総の結城氏、三河の松平氏、近江の浅井氏、安芸の毛利氏、土佐の長宗我部氏、肥前の龍造寺氏、肥後の相良氏などを挙げることができるわ。安芸の毛利元就は、吉田荘の地頭だったんだけど、小早川氏や吉川氏の協力のもと、所領を拡大していき、他の黒人と共に一揆を構成していたの。その後、他の黒人を家臣にしていき、戦国大名に成長していったわ。徳川氏の前身の松平氏は、三河の黒人領主から戦国大名になった例よ。地域の領主層ではないものの中からも、戦国大名は現れるわ。北条早雲は、足利義久の申し継ぎ役を務めていたと言われているけど、素性は不明なの。1491年に、堀越宿坊の足利政友が亡くなると、足利茶茶丸が、政友の後継者を倒して堀越宿坊となると、これに乗じて、北条早雲は、1493年に、伊豆に侵攻して、足利茶茶丸を倒したわ。さらに、北条早雲は、相模に侵攻して、小田原城を手に入れ、古学坊や上杉氏と対立するようになるの。美濃の斎藤道三も、北面の武士の家系であると言われているけど、真偽は不明ね。斎藤道三は、油売りだったんだけど、美濃の守護、時氏の家臣であった、永井氏の家臣の西村氏の家督を譲り受けて、永井氏に近づき、永井氏を乗っ取った上で、斎藤氏を乗っ取り、時頼徳を美濃から追い出して、戦国大名にまで上り詰めたわ。このような守護職ではなく、無意無感の戦国大名は、朝廷から源平統一の姓を買って、官位を得たり、出自を捏造して領国支配の正当性を裏付けていたの。他方で、それほど多くはないんだけど、守護大名から戦国大名へ変貌した例も存在するわ。駿河の今川氏、甲斐の武田氏、近江の六角氏、越前の朝倉氏、周防の大内氏、豊後の大友氏、薩摩の島津氏は、守護大名の延長で、両国の統率を強め、戦国大名に変貌していき、両国の支配を強めた者も現れたわ。このような守護大名から戦国大名に変貌した者らが、両国支配の拠点となる城下町を築き、京から商工業を誘致して経済の活性化を図り、京の文化も誘致して文化振興にも努めたわ。荒れ果てた京を離れた公家や僧侶、各地を遍歴する連歌師などを積極的に招き、これらの者も地方の戦国大名を当てにしたのよ。このようにして各地に、小京都と呼ばれる、経済や文化が発展した城下町が誕生していくの。特に、日民貿易で莫大な利益を得ていた大内氏の周防には、多くの文化人が集まり、雪舟が15メートル以上の四季山水図鑑を創作したのも周防だったわ。戦国大名は、幕府から完全に独立して、黒人や地侍などの領主層の権利を保障して家臣とし、県地や府下によって領民を支配し、他国との交渉を独自に行って、分散化した権力を領主のもとに結集していったの。戦国大名は、確実に徴税するために領国の検地を行ったわ。戦国大名による初めての検地は、北条氏が1506年に相模で行ったものと言われているわ。北条氏では、当主が変わるたびに検地を行っていたの。これを、代替わり検地というわ。1518年には、今川氏が遠戸海で検地を行ったほか、武田氏、大内氏、毛利氏、伊達氏、織田氏なども検地を行ったわ。当初は、実際に測量するのではなく、家臣になった領主に記録を提出させる差出し検地だったの。田畑ごとの面積、生産高、使用関係を記載したものを提出させたのね。検地によって、律令体制下の公領や荘園は完全に消失したわ。生産高は、銭に換算した勘高で示され、家臣の地業や軍役などの負担、農民の負荷は勘高を基準に定められたの。これが、
神高制よ。ただ神高の基準は戦国大名によってバラバラだったわ。家臣である武士の知行や軍役などの負担を神高によって一律に定めるということは、家臣の能力や地位を数字で表すことを意味しているのね。これは当時として画期的なことだったし、家臣の統率を強力にし、家臣の忠誠を高めるのに役立ったわ。今回のお話はこのあたりにしておくわね。次回も引き続き戦国大名の誕生のお話をするわね。今回の動画を見て日本の歴史に興味を持ってくれたら、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくね。それでは次回を楽しみにしていてね。バイバイ、またねー。